ER、スランプ、ドラゴンボール、といった数々の国民的人気作品を世に送り出した漫画家、鳥山明さんが3月8日、1日に急性肩膜下血腫のため亡くなっていたことが伝えられ、今もなお各所に大きな悲しみが広がり続けている。そんな中、ろくでなし BLUES、などの代表作で知られる漫画家、森田正則さんが、X、旧ツイッター、を更新、鳥山さんとの思い出が数日にわたって綴られている。訃報を受け、8日に森田さんは、仕事が忙しくて後回しになってるドラゴンボールのイラストの仕事がある。仕事の方こそ後回しにしてそれを先にやればよかった。鳥山先生に褒めてもらいたかった。先生、寂しいです。と、唐突すぎる別れに対し、コメントを寄せた。そして森田さんは、高校2年生で手塚賞の佳作を受賞した際に鳥山さんから送られた直筆の色紙を公開。色紙には、ER、スランプ、のあられちゃんのイラストとともに、森田新宝くんへ、連載してね、の文字が添えられていた。激励の言葉に改めて、添えていただいた言葉は何よりの励みになりました。と感謝を綴るとともに、連載作家になれましたよ。と、天国の鳥山さんに呼びかけた。鳥山さんとの思い出は、森田さんの代表作、ろくでなし BLUES、にも反映されている。どうか、森田さんが公開したかつての扉への生原稿には、主人公、前田太美琴がこちらに向けて、ドラゴンボール、に登場する、カメハメハ、のポーズを取るイラストが描かれていた。原稿には、波、と煽り文句が鉛筆で書き込まれており、ポストには扉絵が採用された。週刊少年ジャンプ、1995年28号の写真や、これ覚えています。今でも全巻保存してます。といった声が寄せられていた。この投稿からも、森田さんは鳥山さんに多大な影響を受けていたことが伺える。また、翌11日には、僕はジャンプのアンケートで1位を得たことは実は一度もない。一度350票くらい得て、これはついに1位間違いない。と思った週に、ドラゴンボールが700票でダントツだった。結局足元にも及ばなかったなぁ、と振り返り、なんかずっと鳥山先生のこと考えてる、とんでもないも、質感、と、胸の内をあらわにしていた。自身も、ジャンプ作家、として同時期に一線で活躍してきた森田さんだけに、鳥山さんは常に目指すべき目標であり、敬愛する、し、のようなかけがえのない存在であったのだろう。かつてを振り返る森田さんの数々の言葉からは、無念さと、そして鳥山さんに対する大きな尊敬の念が伝わってくる。ネットの声、人によっては未だに受け入れられずコメントも言葉も出せないという人もいます。そういう人は急がず、今はまだ心の整理がつくのを待てばいいと思う。そのもう一方では、こうやって言葉に出すことで心の整理をつけようとする人もいます。私も、東日本大震災の時には誰とも喋りたくなくなったり、急に話を聞いてもらいたくなったり、いろんな情緒の変化がありました。そんな時は、無理せず思うがままに行動すればいいと思います。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。